マスモチグの高井です。今日は体脂肪 10% になるやり方を紹介します。 10% ぐらいになってきたらね、この辺もかなりシェイプされてきますね。腕の筋肉もこういう風にくびれが出てきます。大胸筋もこういう風に動かせるようにね。背中もくっきりはっきりしてきます。体脂肪を 10% ぐらいにして細マッチョになりたいという人非常に多いと思うんですが、その時にねやってしまいがちなことが有酸素運動ばっかりしたり、あとは食事制限をしてしまうことです。体脂肪を減らしてかっこいいシェイプされた細マッチョボディを作るには、まずは筋肉量を増やすことが先決です。なぜ筋肉量を増やすかというと、僕の本の中でも紹介してますが、筋肉と脂肪全然大きさ違います。同じ2キロでも大きさが全然違います。すなわち筋肉がつけばこちらのようにシェイプされた体になりますが、脂肪が多いとぽっちゃりした見え方になってしまいます。これは男女ともに変わりません。ですから痩せたい女性であっても、細マッチョになりたい男性であっても、まずやるべきことは筋肉量を増やすことです。そして筋トレを始めたらカロリーを制限してはいけません。もちろん取りすぎることはよくありませんが、カロリーが足りないことはもっと問題です。新鮮で栄養価が高いものを食べて必要なカロリーもしっかり取ります。こうすることによって効果的に筋肉をつけていくことができます。もしあなたのカロリーや栄養素が足りなければ、せっかく筋トレを行っても効果的に筋肉に変わってくれません。まず筋トレから行う、そしてその時の食事はカロリーを落とさないことです。自分に適切なカロリー、そして新鮮で栄養価が高いものだけを食べます。カロリーは同じ100キロカロリーでも、牛肉を食べるのかそれともチョコレートを食べるのかで大きく異なってきます。痩せたい人は糖質オフやカロリーオフの食品を食べるのではなく、きちんと栄養が入ったアミノ酸豊富な牛肉や青魚、緑黄色野菜、こういったものを摂ってください。そして糖質をオフにしないことです。糖質を完全に断ってしまうと筋肉のつきも悪くなってきます。筋肉量がある程度増えてくると、今度は勝手に体脂肪率が下がってきます。それと並行するように有酸素運動を行っていけば、筋肉量が増えてる状態で有酸素運動を行うことによって効果的に脂肪を燃やしていくことができます。筋肉がないままに有酸素運動を行ってもあまり体脂肪を減らす効果がありません。筋肉という大きなエンジンを積むことによって、どん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 ガソリンを使っていくことができる、すなわち体脂肪を落としていくことができるということです。ですから最初は筋トレを始めた時、もちろん筋肉量が増えますので体重が増加することが多いです。しかしこれは何も問題ありません。そして体脂肪率が下がり終わった後、今度は体重も落ちてきます。筋肉が増える、体脂肪が減る、そして最後に体重が減る、これが正しい順番です。もしあなたが最初から体重を減らしてしまったら、それは体脂肪率 10% のかっこいい体、細マッチボディ手に入りませんし、ダイエットしたい人にとってもダイエットに失敗してしまうでしょう。順番というのは非常に大事です。まず筋肉量を増やす、体脂肪を減らす、そこから体重が減るということになってきます。この順番を間違わないように、最初から低カロリーにしたり運動せずに痩せようとすると、必ず体重から下に下がってきます。体重が先に下がると失敗してしまう、これをよく覚えておいてください。動画の説明欄からマッスルウォッチングのコミュニティに入ることができます。誰でも無料で入れますし、質疑応答を行うこともできます。すでにメインコミュニティの方には3600人以上の人が入っています。日々お互いの情報を交換し合いながら、効果的なボディメイクを行うために活用してください。またツイッターやインスタグラムにも食事、運動、生活習慣に関する情報を日々配信してますし、その中で皆さんとやり取りする機会も非常に多いです。ぜひフォローしてください。もちろん YouTube チャンネルの登録も忘れずに。毎日22時から23時の間には YouTube ライブも行っています。ライブを見逃さないようにチャンネル登録の横のベルボタンをタップして通知を受け取るようにしておきましょう。運動食事生活習慣に関しては僕の著書、美人は綺麗な筋肉でできているに全て書かれています。女性はもちろん男性にとっても大事な情報を書かれてますので、ぜひお買い求めください。先日 Yahoo ニュースでこの本が紹介されました。
ですので在庫がかなり少ない状況になってますが、すでに重版も決定しておりますので、すぐに皆さんの元に届く環境になると思います。書店もしくはこちらの僕のホームページから購入してください。体脂肪 10% の細マッチョボディになるには、こちらの10分間トレーニング毎日行ってください。以上です。